青木金一、青木仁市一2月14日から1976年8月27日は日本の実業家、東京電力社長、会長。父母は東京で世帯を持っていたが、母だけが父の実家に帰ってお産したため、静岡県静岡市で生まれた。青木義助の長男。被災あって母は父と別れた。父は朝鮮に行ってしまい。 祖母と一番末のおばとの三人暮らしだった。小石川の富坂の近くで育つ。父と別れたのは四つの時で、おぼろげに印象が残っているだけである。中学入学当時の青木小学校にはいる直前、詳しい事情はわからないが、祖母は急に東京を引き上げて静岡に帰った。そこで静岡の小学校に入り、三年を終えた。 本家のおじいっかが東京に移転したので、また東京に戻ってきて、下屋の小学校を終えた。1911年小学校を卒業した。朝鮮の父から手紙が来て、京城にいい中学校があるから、そちらに入れとのことで、おば二人に付き添われて、朝鮮に渡った。父は、富山と京城の中間にあるヨンドンという田舎町に住んでいたので、京城では、 みたらしという家に預けられた。旧制形状中学校を経て、1922年3月、東京商科大学高等商業科卒業。1922年4月東京家理入社、5月日本当館入社。1926年9月同社取締役。1927年5月品川寺路連が、支配人。 1934年10月同社専務取締役。1935年11月、品川工業取締役。1936年7月、帝国洋業監査役。1937年3月クロームレンが販売取締役。1938年5月品川次郎ンが取締役社長。足別工業取締役社長。 8月品川企業取締役社長。1940年11月東日本、大化レンガ工業組合理事長。12月日本特殊大化レンガ工業組合理事長。1941年5月上番石炭、監査役。9月日本大化レンガ工業、組合連合会理事長。1943年3月日本、大化レンガ統制取締役社長。 1944年4月労財統制顧問、常磐石炭統制顧問。1946年11月、復興金融委員会委員。1949年2月、公職資格蘇神委員会委員。4月総合国土開発審議会委員。持ち株会社整理委員。1950年2月日本、証券金融取締役。九百五十年三月国家。 公安委員会委員。11月失業対策審議会委員。1951年5月、東京電力株式会社取締役。1952年3月国家、公安委員会委員長にご専九1954年7月国家、公安委員会委員。1957年6月雇用者議会委員。1958年12月、 東京電力取締役社長。1959年1月品川次郎連が取締役会長。5月日本電気協会会長。1960年4月産業合理化、審議会委員。12月原子力委員会専門委員。1961年4月産業合理化、審議会委員。5月町名地盤制度審議会委員。 7月東京電力取締役会長。10月雇用審議会委員。1962年6月住居、表示審議会委員。1963年2月日本電機、協会電気用品試験処理事長。12月雇用審議会委員。1964年12月科学技術、会議専門委員。趣味は水泳、スキー、野球、読書。 東京都渋谷区在籍。記念して、介護福祉士を目指す学生に対する公益信託。青木金一記念介護福祉士学基金が作られている。新婚当時の青木夫妻。ありがとうございます。